うーん最近芸能人が政権批判をしている姿がよく見られますよね。日本では多分第二次安倍政権まではせいぜい総価学会関係くらいだったかな。それ以外では芸能と宗教、芸能と政治は関係ないというのが建前だった気がしますが。最近ではいろいろ詐欺になってますが、まあ有名どころでは ラサール石井さんもそうですよね。私の中では今でも平成教育委員会のそこそこ成績のいいおっちゃのイメージと、あと確か薬学部卒の若い子と結婚したという印象しかないんだが。ああ、あとこっちかめ、ね。このコロナ禍ではだいぶいろいろ言ってますが、皆さんこんにちは、ハニャです。本日は2021年7月の15日ですね。 で、皆さんもご存知かもしれませんが、今、東京は感染拡大の一途をたどってるんですね。まあ、これについては、高齢者の感染者が少ないから、感染者数だけを見ても、今までよりも大したことはない。という意見もあれば、変異株の影響で感染力も馬鹿にならないし、重症化も怖い。なめたらあかん。などの意見がありますよね。 ただここ最近では先週と比べて新規感染者数が1割以上増え続けていてなかなか危ない感じはしますよね。そんな中とんでもない発言が。では早速こちらをご覧ください。こちらはラサール石井さんの7月14日午後5時のツイートですが、はい来たー東京五輪の中止を求めます。うーん、純粋に気持ち悪い。いやね。 菅政権の感染症対策を批判するのはわかりますよ。批判している人の批判って、また外れなことを言ってるなとかよく思いますが、それでも市民が批判をすること自体は悪いわけじゃないですから。また、感染拡大の恐れがあるからオリンピックの中止を訴える。このこと自体も別に悪くないと思いますよ。人によって意見は様々ですからね。しかし、これはダメでしょう。はい、来たーって。 そんなのどっかの仮面ライダーで宇宙来たーと同じテンションで書かれてもさ、そういえばあれに出た女の子は確かどっかの宗教団体に。でね、このツイートって東京五輪を潰すことが目的になるのも問題だけども、それにもまして東京の感染者数増加が続いていることを喜んでるって、ラサール石井さんそれはダメでしょ つい先日もタラバダの短冊に知り合いがオリンピック中止って書いたって話を嬉しそうかどうかはわかりませんが語った社民党福島水ほって人のことをご紹介しましたが福島さんはまだ東京五輪中止しか言ってないからまだ一応マシラサールさんは感染拡大を喜ぶってこれ最悪よ。はぁ、あ。 これが政権批判が目的になった人の慣れの果てなのかな。まあ確かにこの日だけでもラサールさんは他もおかしかったですからね。皆さんご存知かもしれませんが、今東京オリンピックのほとんどの競技が無観客になろうとしています。これについては賛否が分かれておりますが、そんな中宮城県知事がうちは有観客でやるよと言って結構話題となってるんですね。 それに対して7月14日午後0時58分のラサールさんは宮城県有観客知人が県に抗議の電話をしたら係の人が無観客の形が良いとは私も思いますが知事が聞く耳を持たないので身が笑い県民の皆様の声は99%反対のご意見です。だそうです。宮城知事五輪観客受け入れ改めて表明ですってまあ、あ、伝聞系ですから 内容は怪しいですし、電話口で担当者が知事とは違った意見を言うとは思えないし、99%ってどこから出てきたか不明ですが、ちなみにこれについてはデイリーさんがこのような記事を書かれていますね。タレントのラサール石井が14日に自身のツイッターを更新、宮城県の村井知事が13日に同県で行われる、東京五輪のサッカー競技を有観客で行うことを発表したことに対して、 抗議をしたと明かした。ラサールは県の担当者が知事に対し、無観客の形が良いとは私も思いますが、知事が聞く耳を持たないので、県民の皆様の声は99%反対のご意見ですと回答したと綴った。この件について、同県のオリンピック・パラリンピック大会推進室が14日。 よろずニュースの取材に対応。ラサールが公表した形での対応があったかについては、どこが受けたんだろう。うちの家だけではなく、県民相談室にいただいた声かもしれませんが、と困惑。こちらでは把握してません。 と回答した。また、99%反対の意見については、調査などをしたわけではないので、割合はわかりませんと回答。その上で、14日現在で1689件の反対意見が県に寄せられていることも明かし、大変多くの反対意見をいただいています。賛成意見も多少はありますが、反対意見に比べるとかなり少ないですとした。ですって、 まあ、県の方も、そんな回答は誰がしたか不明だって話ですね。99%の県については、反対意見が多いって部分で、まあ、近いものがあるのかな。まあ、基本的に賛成意見より反対意見の方が、連絡をしやすいかなって気もしますが、まあ、何にせよ、アンケートも誰を対象にするかでだいぶ変わるので、何とも言えませんが。まあ、例えば、川北新報というメディアの7月11日のアンケート結果では、 宮城県などの東京五輪の競技会場に観客を入れることの是非についてインターネットでアンケートをした結果、反対83.9%、賛成15.2%、宮城県内の住所を回答した人では、反対92.6%、賛成6.5%というのがあるので、もしかしたらラサールさんの知人が言及する99%とは、このアンケートの結果を強調して話をしたのかな まあ知らんけど。で、ラサールさんの知人が電話をしたのは多分本当だと信じたいのですが、まあこの程度の話をされてもなという気もしますね。まあ、所詮ツイッターだからつぶやきでいいんですが、まあそれにしても何とも言えない残念だなと思うんですけども、皆さんはどう思われますかぜひともね、ご意見ご感想をコメント欄にお寄せください。ではね、 チャンネル登録、高評価もお待ちしております。こちらの動画や再生リストもまたね、チェックしてください。では、バイバイ。